日本徳島県徳島市中徳島町中、徳島町は徳島県徳島市の町名。内町地区に属している。中徳島町1丁目と中徳島町2丁目があり、北から1から2丁目が並ぶ。2010年3月の徳島市の調査による人口は334人。世帯数は170世帯。郵便番号は郵便番号7700853。 徳島市及び氷炭島の北東部に位置し、北は序人川を挟んで、南常三島町一丁目、南は徳島本町、西は徳島町に接している。徳住橋で住吉一丁目と結ぶ。徳島県立上等高等学校等の施設があり、その他は完静な住宅地となっていて、文京地区を形成する。西境を国道11号が通り、 県下でも有数の自動車の交通量が多い道路である。江戸時代には重心の屋敷が並ぶ武家地だった。助人橋の田元には藩の会所があり、そこから南へ伸びる道とその両側の町は会所町と呼ばれた。助島川菓子は北浜と呼ばれ、松並木があった。明治には徳島本町、新蔵町と共に徳島町の一部で、字は会所町。 裏町、本町北の一部だった。おおよそ、現一丁目が海所町、裏町、二丁目が本町北部分にあたる。1902年4月15日、八塚駿河屋敷跡に、県立徳島高等女学校に併設して、徳島県市販学校女子部が開校した。1941年、北徳島町、徳島本町、新造町、中須町とともに、 徳島町から分離され、現在の町名となった。1975年に北徳島城の一部を編入し、中徳島城の一部が徳島城となった。1957年11月1日、徳島市立動物園が開園したが、1997年12月28日、閉園。埋蔵文化財発掘調査の後、徳島文化公園となった。 公立小中学校の学区は全域で内町小学校、徳島中学校である。ありがとうございます。